田中英介は、兵庫県高砂市出身の三井物産の商社マン。元プロ野球選手、宇藤右内。京都大学から直接、NPB の球団へ入った、最初の選手である。大学時代高砂市竜兵谷市小学校4年の、時に、潮市少年野球団で野球を、はじめ主に保守で三塁手、外野手なども経験したが、白両中学校への入学後に、 当主へ転校した。白両高校への進学後は、一年生の秋から AS として活躍。しかし、二年時の全国高等学校野球選手権、大会兵庫大会で3回戦まで勝ち残ったことが、最高。三年夏の甲子園は、県大会初戦で敗退し、在学時には、春夏ともに、甲子園球場での全国大会へ出場できなかった。 京都大学工学部工業科学科に現役で合格すると入学後に硬式野球部へ入部。1年生の春から関西学生野球のリーグ戦に登板すると2年時の春季リーグ戦では関西学院大学戦で完封勝利を収めた。この勝利によって2009年から続いていたチームのリーグ戦連敗記録は60試合で止まった。三年時の秋季リーグでは 9月21日の立命館大学戦で延長21回を完封。投球数は237球で相手打線に三塁を踏ませなかったものの、試合自体は0から0の引き分けに終わった。次に先発で登板した9月25日の同志社大学戦でも延長15回を一人で投げ切ったが敗戦投手になった。このシーズンは通算で6試合に登板。 零勝4敗ながら通算68イニングを投げて防御率1.06を記録しリーグの投手部門でベストナインに選ばれた。4年次だった2014年には春季リーグの同志社対戦で自身2度目の完封勝利を挙げリーグに加盟する前後大学から勝利を挙げた。京都大学の投手としては1982年の新リーグ発足後初めての記録である。 6月には第27回ハーレムベースボールウィーク大学日本代表選考合宿へ参加。翌7月の大会のメンバーには残らなかったが8月23日に京都大学と阪神タイガース2軍による交流戦に先発投手として登板すると阪神を含む NPB6 球団のスカウトの目の前で6点を失いながらも7回裏まで投げた。 周期リーグ戦には10試合に登板。1勝を入ながら通算55イニングを投げて防御率2.45を記録し、自身2度目のベストナインを受賞した。10月には関西学生野球連盟から特別功労賞を授与された。在学中にはリーグ戦で通算65試合に登板。通算投球イニングは380.1回で8勝31敗。 防御率2.25を記録した。星として2011年の春季リーグ戦で、首位打者とベストナインのタイトルを獲得した、新見明平平は、野球部での3学年先輩で、田中の1年時にリーグ戦でバッテリーを組んだこともある。大学からの卒業後に、三井物産へ入社することが内定していたが、4年生の秋にプロ死亡届を提出し、2014年の、 NPB ドラフト会議で千葉ロッテマリーンズに二巡目で指名。三井物産への入社を辞退するとともに、契約金7000万円、年俸1500万円という条件でロッテに入団した。背番号は31。背番号31をつけることが決まってからは、前年までこの番号を着用していた渡辺俊介から祝福のメッセージが送られた。 仮契約を締結する前の11月28日には、地元の高砂警察署で1日署長を務めた。京都大学出身のプロ野球選手には、過去に福田学用がいたが、卒業を機に、プロ野球へ入った選手は田中が初めてである。2015年には、石垣島での春季キャンプを1軍で迎えたが、開幕は2軍でスタート。イースタンリーグ公式戦で、 初登板から2002勝14イニング連続無失点を記録した。4月29日の対埼玉西武ライオンズ戦で先発投手として一軍デビューを果たした。同試合は2日前までにチケットが完売、試合当日には球場の会場時間を当初の予定より5分早めるという異例の措置を講じた。しかし初回に四点を失うなど三回後失点という 内容で敗戦投手になった。二日後の5月1日には、対北海道日本ハムファイターズ戦の4回裏に2番手で登板。3イニングで4点を失うと、翌2日に登録を抹消された。登録抹消後は、侍ジャパン大学日本代表隊、NPB 選抜で、NPB 選抜投手の先発投手として登板する。 予定だったが、右肘の張りを訴えたため出場を辞退。7月に開催予定のフレッシュオールスターゲームでも、イースタンリーグ選抜の先発投手に起用されることが予告されていたが、好転による開催取りやめの影響で実現しなかった。一軍公式戦への登板は前日の2試合のみで、同月11日のイースタンリーグ対横浜 DNA ベイスターズ戦への救援登板を最後に、 実践を離れた一時は、イップスが疑われたほど投球フォームを崩したため、請球がままならず、最高球速も時速 120km 台にまで低下した。同リーグの公式戦では、9試合の当番で2勝3敗、防御率5.63を記録。シーズン終了後の11月7日には、推定年俸1340万円という条件で、 契約を公開した。2016年には、前年の一軍公式戦登板以降に、投球フォームを崩した影響で、フォームの再生や、体力の強化に専念。7月8日のイースタンリーグチャレンジマッチで、タイフューチャーズ戦に先発投手として実戦に、復帰したが、一軍公式戦では登板の機会がなく、同リーグの公式戦でも一試合の登板にとどまった。 11月24日の契約交渉では、翌2017年の年俸に対して NPB の規定による減額制限の上限を適用することを球団から通告。推定年俸1005万円で契約を公開した。2017年には、昨シーズン終了後に右肩の機能に問題があることが判明したため、ボールへ最も力が伝わりやすい投球フォームを模索し、 春季キャンプから、東急フォームを、オーバースローから、サイドスローに転向。一軍公式戦への登板機会はなく、10月3日に、球団から戦力外通告を受けた。球団からはフロントで、データ分析などを担う役職へ転じることを、打診されていたが、入団前に採用が内定していながら辞退した、三井物産からも入社を要請され、 球団に残らず改めて三井物産の入社試験を受けることを決断した。球団を通じて引退を発表した際にはファンや関係者に向けて3年間のプロ野球生活では辛いことの方が多かったが自分としては悔いのない日々を送ったという思いがある。親身な指導によって野球に取り組みやすい環境を作ってくださった監督、コーチ、スタッフには感謝の気持ちしかない。 次のステージでは、マリンの大声援の中で投げられたことを忘れずに、誰かのために頑張れる人間として、世界中で挑戦を続ける、人々のためになるような仕事ができるようになりたいという、メッセージを送った。新卒学生と同じ扱いで、三井物産への採用が内定したため、死費によるアメリカへの短期留学を経て、2018年4月1日付で、同社へ正式に入社した。 新卒相当の人材でも年齢制限を設けずに数年で採用する体制を敷いていることによる装置でプロ野球経験者の入社は初めてという。最速時速149キロメートルのストレートとカーブ、スライダー、カットボール、チェンジアップ、ホーク、ツーシームなどの変化球が持ち味。50メートル走のタイムは6秒7、遠投110メートル。 ロッテへの入団1年目には疲労からの回復力や、投球動作中の軸移動などで課題を露呈。シーズン後半には、実戦を離れて基礎体力の強化、体重の増加、投球フォームの修正に専念した。シーズン終了後には、スポーツ日本からの独占取材で、心、技、体の自己採点を求められたところ、心は50点、技は35点。 体は40点という評価を出している。ロッテ時代に2軍の投手コーチを務めていた、小谷正勝は、田中引退後の2020年に執筆した、日韓スポーツ向けの連載コラムで、延べ39年間4球団にわたる、NPB のコーチ生活で指導に、最も苦慮した投手の一人に、田中の名を挙げている。小谷は、田中の入団1年目の一軍春季キャンプで、 投球練習を視察した際に、田中が首を大きく振りながら投げていることを把握。田中が、レギュラーシーズンの開幕を前に二軍へ降格してからは、首の振り幅の修正に取り組んだ。もっとも、右投手の大半が左目で打者を見ながら、投球動作へ入るのに対して、田中には投球の指導時点から打者を、両目で見る癖があった。さらに、田中は、努力を惜しまない一方で、 我が意外見流し気質を持っていた。小谷自身は、このような癖や気質を見抜けないまま、開幕に間に合わせようと焦ったばかりに、首振りの止め方を誤って伝えたことに、次回の念を抱き続けているという。4歳の頃から小学校高校学年までは、機械体操をしており、時には、高校生に混じって練習するなど、オリンピックが狙える逸材と評されていた。しかし、 父の助言でそれをやめ、当時掛け持ちしていた野球に専念した。なお、父も、兄弟の卒業生で、ASK の高校3年生の春に、志望校を東京大学から兄弟に変更するようにも助言を、している。京都大学の在学中には、工業基礎科学を専攻。卒業論文のテーマは、スファにおける、水和構造の逆計算理論であった。 2015年3月の卒業式では、公式野球部の投手として、関西学生野球のリング戦で、通算発祥、ベストナインに2度選出されるなど活躍した末に、本学初のプロ野球選手になったという理由で、平成26年度の京都大学総長賞を受賞。総長の山際十一からは、きっと従来のプロ野球選手にはない能力を発揮して、 活躍してくれるだろうと期待していますという式辞を送られている。2015年11月22日に QVC マリンフィールドで開かれたロッテのファン感謝イベントスーパーマリンフェスタ2015では千葉市科学館からの依頼を受けて古谷拓也と共にカモメ科学館へ参加した田中が理系出身であることと古谷が球界切手の宇宙マニアであることによる。また この年から日本プロ野球選手会が JFA 心のプロジェクトへ協力することを受けてロッテの選手及び NPB の新人選手からただ一人夢先生に選ばれた。ありがとうございます。